こんにちは、シエラです。今日はまーちゃんが親知らずを抜歯をしているところなんですけれども、今日は奥歯が痛くて噛むことができないと思うので、それでも栄養十分取れるようにじゃがいもと玉ねぎとアボカドのポタージュを作っていきたいと思います。それではスタート。はい、それではまず玉ねぎ1/2個を細かいみじん切りにしていきます。薄切りにしてから縦に切ると細かくしやすいのでおすすめです。鍋にオリーブオイル大さじ1を入れて、本当はニンニクのみじん切りを入れたいところですが、面倒なのでガーリックパウダーを入れます。チューブでも大丈夫ですが、水分が多くて跳ねやすいのでご注意ください。そして刻んだ玉ねぎを鍋に入れます。透明になるまで中火で炒めていきます。焦げないようにご注意ください。続けてじゃがいも2個を1センチ幅の角切りにしていきます。耐熱容器に入れて600ワットの電子レンジで 2-3 分加熱しましょう。だんだんと玉ねぎが透明になってきました。そして加熱し終わったじゃがいもを入れて全体を混ぜていき、さらにアボカド1個も角切りにして合流させます。そしたら水 400ml を加えて、私のこの手つきは一体何なんでしょうか。ひどい握り方です。続けてコンソメ小さじ2を入れて混ぜます。持ち方が直っています。そして蓋をして弱めの中火で5分ほど煮ていきましょう。くらい経ってじゃがいもなどが柔らかくなったらボウルに移していきます。ブレンダーなどでペースト状にしていきます。だんだんとクリーミーに滑らかになってきました。そして鍋に戻し入れて牛乳 200ml を加えます。弱火にかけながらよく混ぜていきましょう。塩を一つまみ入れたらあっという間にポタージュの出来上がりです。どうでしたか？結構なんか苦戦してた。苦戦してた？うん。ギュイーンバリバリバキみたいな。あれもうちょっとなんだけどなみたいな感じ。そっか。でも痛くはなかった。麻酔のせいで。麻酔をするときにちょっと痛かった。お疲れ様。ブレンダーがあればすぐにできる栄養満点のコクうまポタージュ。それぞれの旨味を感じる優しい味わいです。夏は冷やして冷製スープにするのもおすすめ。歯の状態はいかがですか？わかんない。わかんない。触ってない。まだ血の味する。血の味はずっとする。じゃあまあ、スープは
温めずに常温になりましたので、どうぞ召し上がれ。プリンみたいになってます。うん、味は美味しいよ。ですか。ごちそうさまでした。はい、この後デザートの薬をいただきます。はい、頑張りました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またねー。